スティーブン・クックは、米国、カナダの計算機科学者、数学者。専門は、計算理論、特に計算複雑性理論の論理学的側面や、証明複雑性の研究に従事している。2012年現在、トロント大学計算機科学科と数学科の教授である。ニューヨーク州バッファロー生まれ。1961年ミシガン大学卒業。 ハーバード大学で1962年に修士号、1966年に博士号を取得。同年カリフォルニア大学バークレー校、数学科助教授となったが、1970年には在職権を更新できなかった。バークレーの電気工学、計算機科学科の30周年式典でのスピーチで、チューリング賞受賞者で、同大学教授、リチャード・カープは、 数学科を説得して、彼に在職権を与えさせられなかったのは、我々の永遠の地辱であると述べた。同年トロント大学計算機科学、数学科の准教授となり、1975年には教授、1985年には大学教授となった。博士課程では、関数、特に情報の複雑性を研究。 1966年に博士号を取得した。数年後の1971年の論文ザコンプレキシティオブセオ o ムプルービングプロシージャーズで多項式時間変換の記法と NP 完全性を定式化し、充足可能性問題が NP 完全だと示すことで NP 完全問題の存在を証明した。特に後者の件はソビエト連邦のレオニード・ドレビンも 独自に発見しており、クック・レビンの定理と呼ばれている。その論文では、計算機科学最大の問題である、P 対 NP 問題も定式化している。P 対 NP 問題は非形式的には、答えの正しさや、最適さを効率的に確認できる、あらゆる最適化問題について、効率的アルゴリズムで最適に解くことができるかどうか、という問題である。 日常生活におけるそのような最適化問題は豊富に存在するので P 対 NP 問題への肯定的な答えが得られれば実用的にも哲学的にも意義深い結果となる。クックは最適化問題の中に効率的アルゴリズムで解けないものがある。すなわち P と NP は等しくないと予想した。この予想は計算複雑性理論の研究を 活発化させ、それによって、計算問題の本質的複雑性への理解が深まり、効率的に計算できる問題についても理解が深まった。クックの PNP 予想は、今も証明されておらず、有名な7つのミレニアム検証問題の一つとされている。その計算複雑性理論への多大な貢献により、82年のチューリング賞を受賞。受賞理由は次の通り。 重要かつ意義深い方法で我々の計算複雑性への理解を高めさせた貢献に対して彼の重要な論文ザコンプレ m シティオブセオムプルービングプロシージャーズは1971年アクメシグアクト計算理論シンポジウムで発表され NP 完全性の理論の基礎となった過去10年間この領域は計算機科学の中でも 最も活発な研究の場となった。1975年に発表した論文、フィージブリーコンストラクティブプルーフスザプロポジショナルカルキュラスで多項式時間の概念のみを使った、証明の記述を定式化する PV 方程式理論を提唱。1979年には、指導学生ロバート・エレクファウト連盟の論文ザ レラティブエフィシェンシーオブプロポジショナルプルーフシステムズでは P シミュレーションと効率的な命題証明系の記法を定式化しそこから命題論理証明複雑性と呼ばれる分野が生まれた彼らはあらゆる真の論理式について短い証明がある証明系の存在と NP イコールコンプが等価であることを証明したクックはこの分野について指導学生 フォンザグエンと共同で、ロジカルファウンデーションズ・オブ・プルーフ・コンプレキシティという本を執筆している。クックの主な研究領域は、計算複雑性理論と証明複雑性であり、プログラム意味論、並列計算、人工知能にも関心を寄せている。王立協会と、カナダ王立協会のフェローである。また、米国科学アカデミーと、 アメリカ芸術科学アカデミーの会員にも選ばれている。これまでに30人の学生が彼の指導で博士号を取得している。子供は二人より2012年現在は妻と共にトロント在住。趣味はバイオリンとセーリング。ありがとうございます。